ボビンレースを作る人々スペイン、カタルーニャ州バルセロナにてスペインのレースではスペインにおけるレースの歴史についてもべる。スペインでは16世紀にはカタルーニャ、トレド南部、アンダルシアで他のヨーロッパ各地と同様にレースが生産されていた。16世紀末に禁止禁止で作成されたことで有名なポアンデスパーニュは当時金銀の保有口が ヨーロッパで最も高かったスペインが発祥であるとされている。射死禁止令により、フランスをはじめ多くの国で、貴族以外の社会階級にレースが禁止されたが、それによりレースは宝石以上のステータスシンボルとなった。18世紀にはバルセロナ地方を中心にブロンドレースの生産が広がった。ブロンドレースはボビンレースであり、網目が大きくデザインが単純であり、 比較的短期間で作れたため、個人院や事前施設の子供が主に生産し、5歳くらいから仕事として学んだ。多くはクリーム色の絹糸で作成され、レースの名前の由来となっているが、黒い絹、色絹、金属糸でも作られた。大きな網目に増加の枝やリボンを通す。スペインでは黒絹のブロンドレースのマンテリアが流行し大量に消費された。 絹は長期間保存できないため、18世紀のブロンドレースはほとんど現存しない。19世紀、ブロンドレースは本物のレースとは違うものになっていき、縁だけがモチーフで飾られた一種のチュールレースになった。また、バリアドリッド地方では特にグロポンドブニーズを生産した。スペインではフランドル、マリーヌ、ブルッセル、ブニーズも生産され、 他のヨーロッパのレースとの区別は難しいが、中心に針穴のある網目を多用した。第二次世界大戦の影響により、ヨーロッパ全土の手作りレースはほとんど耐えた。手作りのレースは趣味として生き残っている。ありがとうございます。